はい、ということでこれが今回新しく購入したポモリっていう会社のねデュエラーマックス 2.0 っていう薪ストーブになります。こう大きい窓ガラスがついてて、で二次燃焼する機構がついてるっていうのが特徴なんですけども、ああいうエアカーテンで窓ガラスが曇らないで二次燃焼もするので、炎がすごい綺麗に楽しめてコントロールもしやすいっていう、そういうね炎を楽しむ薪ストーブです。で軽トラの荷台に入れるにはちょっと大きいかなっていうサイズなんですけども、市販のホームセンターとかで売ってる薪がそのまま入れられるっていうのがすごく魅力的で、で実際にもうちょっと燃やしてみたんですけども、そこまで熱くなりすぎるってことがなさそうだなという感じがしたので、その具合をね確かめてみたいなと思って今回持ってきました。でも煙突の位置が左上にあることで上の調理スペースを広めに確保できてるっていう、このデザインもすごくいいなと思ってて、でね7万ぐらいでしたけどもね、ちょっと買ってしまいました。煙突のパイが70なんですけども、今まで使ってたウィンナーウェルの薪ストーブの煙突斜め出しできるように作ったやつが63パイで、ちょっとサイズ合わないのでアルミホイルであんな感じに埋めて、で今回燃やしてみようかなと。で様子見ながらいろいろやってこの薪ストーブの癖を見ていきたいなと思います。めっちゃ綺麗、まだ全然横は結構熱くなるけど後ろはそんなでもないっていう、この二次燃焼で後ろからこう空気を取り込んでもう一回流すからなのか、空間があるせいか後ろはそんなに熱くならない、あと下も全然熱くならないっていう感じですね。いや、めちゃくちゃいいぞ。すげえいいわ。では。ブイッブイッ、うまい。
ばい、うーあっちっちっち、うーおーやばいやばい、あーちぇー、あーいやー熱くなりすぎだ、あーおいしょ、あー火力すごいな、かーすげー、これはうまそうではあるが煙が、あ、でも全然、あは真っ黒、真っ黒です、やばい、くそザクやばい、そうか、あっはは真っ黒、やばい、そんななんだ、すげえ火力なんだな、やっぱり、もう一瞬でよかったな、うん悔しい、ちゃんと台に乗せないとダメなんだね、そうか、むずいねピザ、まあまあ次こそは成功させる、今回一番ちょっと試したかったこの大きい薪をゴロッと入れて大丈夫かっていうことをやりたいなと思います、このこれがね一応30センチ薪かな、35センチ薪かな、これ何センチだろう、34センチ、一応35センチの薪っていうことで買ってきて、これは34センチですね、34センチ、はい、34センチの薪をこう燃え込んで、結構太い、これはみんな上だったら絶対燃えないというやつ、これゴロッと入れてちゃんと燃えるかっていうのをちょっと見たくて、これ一回やりたいと思います、こいつを、おー、これ一番でかい薪、うわこれはでかい、よいしょ、こいつをドンと、チチ、うおぉー、いたぜ、こいつで、これで燃えてくれれば、かなりデカめだけど、こっち、もうすげえでかい薪入れても普通に燃えてくれる、こりゃいいわ、
はい、今回新しくバグトラックにポモリーのデュエラーマックスを入れるという、まあ、お試し試運転みたいな形で入れてみましたけど、薪ストーブが大きいからといって火力が上がりすぎるっていうことはなくて、大きいけど薪の量を調節できるってことは、逆にいっぱいも入れるけど少量でコントロールもできるっていうから、こっちの薪の量をコントロールし方で自由が効くから、むしろ操作しやすいっていう特性があることが分かりました。ただ大きい薪が入る分、無理やりに大きい薪入れるとどうしても不完全燃焼が起きて、でしかも窓が大きいので薪をくべるときに一酸化炭素が中の不完全燃焼したものがぐっとこう急激に出てくるから、ドラフト効果を煙突の方で高めてあげないと吸気向こうに吸い込む力もうちょっと強めてあげないとダメなんだなっていう感じですかね。か風が強い日でとか雨降ったら焚き火できないけど、これ煙突出しして炎を楽しみないとなっていう時のスタイルとしてはバッチリ。ああ満足。はい、最後にこの薪ストーブの開封と細かい付属品と、それから動画の中では映ってなかった部分なんかもお見せして紹介していきたいなと思います。いやこれね高かったですけどもね、買ってよかったですね。すごいいい薪ストーブだなと思いました。まず煙突ね、今回使ってなかったんですが、付属品としてスパークアレスターとダンパーが付いたもの合わせて全部で9本付いてきます。でガラス割れないようにクッションついてたり、煙突が一本一本ちゃんと包まれてたりね、包装かなり丁寧な印象があります。で実は足が折りたためるようになってて、下の吸気口はあんな感じで動いてます。でこのエアカーテンの部分と裏側にも実は空気取り入れ口があって、であの下のところをシャコって動かすと、あそこから空気を取り入れることで非常にねよく燃えてくれる薪ストーブです。で付属品が天板を外すための金具と、あと予備のネジ、それから煙突固定するための金具もついてきます。こんな感じで後からスコンと入れて固定するように、カラビナ引っ掛けたりするやつと、あと天板ですね、こんな感じで、で外すときは横にスライドさせながらずらすっていうような感じです。でも火入れるとね、ステンレスなんてどうしても若干の歪みが出て、爪の部分の動きとかね渋くなってしまったんですけど、まあそれでも使用するのには問題ないかなっていう、ステンレスのねできてる薪ストーブでは全然、まあこんなもんかなっていう感じですね。作り自体は非常にいいです。で今まで使ってたウィンナウェルの薪ストーブと比較してももう燃え方がね全然違いますね。こんなに綺麗に灰になってくれるんだっていうのと、炎が本当に二次燃焼ってすごい威力で全くすすが出ないって言っていいぐらい本当に綺麗に燃えてくれる薪ストーブ でしかも200度管理って薪ストーブ言われるらしいんですけども、温度管理も非常に楽で、スペースが大きい分こう余裕があって大きい炎を大きくしたり小さくしたりするっていう、これも、ね、非常に楽にできるので、まあ、新しい薪ストーブではあるんだけど、やっぱ薪ストーブの進化も本当にすごいなと思いました。で今回朝起きてから気づいたんですけども、いつもよりもね薪ストーブの煙突が1本少なくて、ドラフトがあんまり効いてなかったのかなと思うんですけど、大きいから窓を開けたら一酸化炭素センサーが鳴るのがすごい怖いなと思ったんで、今後ねちょっと使いながらいろいろ試してみたいなとは思ってます。で付属品で袋ついてくるんですけど、この袋薪入れとしても使えるみたいで、まあ、収納ケースとして使わないときはね、そういう風に薪入れとして使えるなんてのも便利だなという風に思いました。はい、というわけで今回はポモリーのデュエラーシリーズの中で一番大きいサイズの薪ストーブを紹介してみました。興味出た方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見てみてください。以上、青森のオールでした。